だな。ネキシー BOO さん、チャオ。むさん、こんばんは。みことさん、こんばんは。ごきげんよう。藤井敏行さん、こんばんは。こんばんは。改めまして、皆様ごきげんよう。マナトです。ブルーリフレクション、プレイをしたいと思います。大丈夫かな？大丈夫かな。久しぶりのブルリフ、待ってました。あー、そう、本当に久しぶりなんです。セーブデータがなんと驚きの2017年8月。3年近くってことは主人公も高校卒業しちゃってますね。藤井敏行さん、こうむった。あー、大丈夫です。娘橋さん、まさかの。そう、まさかの、やっちゃいました。ネキシー BOO さん、念願の1個目取れました。大丈夫かな。アスタリスク、今までの1個目の方が強すぎました。そっか、なるほど。こんばんは。あ、こんばんは、いらっしゃい。お、ネキシーブーさん、やりましたね。チャオ。いや、皆さん、こんばんは、いらっしゃいです。すいません、こんな時間突発、しかも突発に何するかってブルリフっていう。はい、やりたいと思います。うーさん、こんばんは。いことさん、こんばんは。藤井さん、こんばんは。やすみさん、こんばんは。小林さん、こんばんは。RPG、 ちょっと疲れたな。 RPG ですね。少女たちの等身大の青春を描くヒロイック RPG ということで、主人公、噛んじゃった。主人公の子がですね、魔法少女になったりして心の世界を覗いたりしてですね、そこで魔物と戦ったりして、なんでしょう、心の奥を解放してあげるみたいな、悩み事とかを、なんだか懐かしいですね、わら、解放してあげる的な、まあ、ちょっとルコさん、こんばんは。光と影ですね、青春の光と影を覗き見ちゃうような。すみはすさん、なぜ僕の名だけ言いよどんだ。ロコロコさん、こんばんは。はすみさん、違うんです。一気にこう読んでたら、ちょっと止まっちゃったんです。すいません、私の呼吸が悪かったです。特に含みとかはないんで大丈夫ですよ。でですね、私も久しぶりすぎてね、過去、7回撮って更新してたものをですね、ちょっとなんか薄めでちょっと耳塞ぎながら、まあ、うっすら飛ばし見ながら復習を。学内の光の戦士、どっかそうですね、光の戦士。帝国のグーミンさん、皆さんごきげんよう。あ、グーミンさん、これは見に行かねばと別の配信抜けてきました。わらわら。グーミンさん、ありがとうございます。楽しんでてください。そうで、まあ、ちょいちょいとですね、ストーリーを見てたんですけど、まあ、女の子たちと仲良くなるのがまあ大事なゲームなんですよね。絆を深めていくのが大事ということで。で、はすみはすさん、ぜひもっと言いよどんで、よどみを広めてください。よどみを。なんかちょっと別のゲームの人になんか切られそうな。よどみか。あ、そうそう、前回7回目ではケイちゃん、成宮ケイちゃんですね、水泳対決をしました。キャラクターボイス、空丸先輩。得意空さん、女の子と仲良くなる意味深し。そう、女の子と仲良くなる意味深。まあこういうですね、ミッションなんかも懐かしいなって思いながら、あ、ほら、もうな、仲良くなるとポイントが上がっていく。ステータス、成長ポイントがありますですって。
またね、画面がめちゃくちゃ綺麗なんですよね。このゲーム何年ぶりだろう。よろしかさん、いらっしゃい。ゼロイチ小林さん、ああ、ちょっと興味持ったことあったな、このゲーム。結局買わなかったんだよね。ああ、小林さん、そうなんですか。私、特典版で買ってたのに。ボイス量少ないんですよね。めっちゃやらずに置いてしまっていたという。ああそう、あのキャラクターボイス、まあ、関わってらっしゃるスタッフさんもなんですけど、もう声優陣もすっごく豪華なんですよ。山中あかりさん、マナトさん、こんばんは。オメガ端末2つ使って生配信見てます。お山中さん、いらっしゃい。すごい。ヨルシカさん、クリアしました。あー、クリアなさいましたか。おうおうおう、素晴らしい。私も早く追いつきたい。追いつきたい。クリア頑張りたい。ヨルシカさん、クリアしました。気になる作品でしたか。成長、あ、そう、 RPG ですからね。これ主人公のひなこちゃんですね。白井ひなこちゃん、バレエがすごく上手だったんですけど、膝の故障が原因で、まあ、ちょっとバレエから離れちゃって。疑問符忘れてた。あー、疑問符レベル6なので頑張らないとですね。レベル6ですね、ほんとだ。ちょっとワンパンでやられちゃう感じ。私も興味持ったんですけど、買うか悩んでどうしようかなって考えてる時にマナトさんがやってたので、よし、それを見ようと決めましたよ。あ、そうでしたか。かすみはっさん、あや寝るまで進めましたけど、ほとんど声ついてなくて泣いた。そうなんですか。そう、あの、私3年前は、あの、ま、今もそう変わらないんですけど、あまり声優さんのお名前、さん結局手は出さなかったけど。どうぞ配信楽しんでくださいね。そう、声優さんの名前を見て反応できてなかったんですが、やっぱ3年経つと気がする。気のせいかな。足が長いんですよ。足が バレエやってるから足がすらりと。ちょっと声優さんも分かるようになってきてですね。あやねる、あやねる出てる、小松さんも出てるみたいな、まあ、そんな感じですね。すごい、当時の私、アタックとディフェンスに全振りしてる感じですね。じゃあちょっとその意思を継ぎますか。綺麗だな、効果音とかもすごい綺麗。夏頃にやってて、もう時期もそのぐらいか。高田さんの声好き。あ、ゆずちゃんこと四条ゆずきちゃん、主人公魔法少女に リフレクターになった時にいろいろ教えてくれた子ですね。無さん、通常戦闘の BGM 好きです。あー、通常戦闘のね、BGM もすごい綺麗。でもキャラクターがもう岸田ベル先生ですからね。もう美少女、透明感あふれる画面も、透明感あふれる、たまりません。ライムちゃん、師匠ライムちゃんもアタックディフェンスに振ってますね。じゃあ振っておこう。やった、みんなレベル8になったぞ。なんかでっかい敵も倒したんですよね。キャラデザも岸田さんだから好きですよね。あ、フラグメントは回収するですね。おお、画面ほんとこのデザイン好きだな。あ、私この子好きなんですよ。森川さらさちゃん、バレエをやってるライバル。今晩はめっちゃ久しぶりのブルーリフレクションだ。お、重吉孝人さん、いらっしゃい。僕と契約して魔法少女になってよ。そう、久しぶりのブルーリフでございまして。でも残念ながら、あの、なんか白いマスコット的な動物は出てこないんですよね。あー、そっか、こうやってエピソードを集めてましたね。サラサちゃんは何かとですね、特待化っていうのがあって、で、ひなこちゃんがそこになぜクラス入ってないのって、怪我のことを知らなくって、なんかちょっとしょっぱいね、お話とかもありましたけど。どうかなこれは今放課後かな、1年生。あー、懐かしい。カメラ回せないのか。あー、ちょっと学生ですね。学生だ。
いいな、このロッカーの感じとか。多分あのずっと前の配信でも多分同じこと言ってる気がする。ライムに任せて。ミコト先生、任せて。話の内容結構エグかったりするんですよね。え、そうなんです。山なんとか。あのひなこちゃん学校にしばらく来てなかったんでクラスメートの名前がわからない。先生よろしくねって言われました。なんか意外にこうちょっと教室に時代を感じるんですよね。教科書の爪型とかいいですね。ねえ、生っぽい感じが、本物っぽい。あ、遅刻魔柏木さんだ。これな、何をするんだろう。待って待って、放課後は自由に行動ができるんですよ。行動ができてミッション、あ、進行中ですね。渓谷のグミンさん、マナトさんも。あ、そうか、みんなしてましたか。みんなと自由に過ごせるのか。下に行きたい、私は下に。置き弁してました。走り方が可愛い。ねえ、もうちょっと見てください、この手の振り方、このスカートの揺れ方、この細かいところまですごい作ってある。はすみはすさん、このゲームサブキャラの暴走がやばかったな。サブキャラの暴走。あ、今日はもう帰ろうかな。ん、雨だ。うわー、透けるんですよね。ひなちゃん、お、エス、ライム二人も急に降ってくるんだもん、最悪だよ。髪乾かすの大変なのに。声はイメージでお伝えしております。ライムは髪長いもんね。重吉貴人さん、確かに髪が出てきたよ。誰かにタオル借りに行こう。そうだね、夏とはいえ風邪ひかないようにしないとね。めちゃめちゃちょっと濡れすぎじゃないですか。あれ教室に、ライムに。みことさん、戻された。急に降ってきたよね、イケボ。急に降ってきたよね。これ普通か、あ、特待か。ちょっとサラサちゃんにちょっかい、あ、いる。めっちゃいる。可愛くないです、サラサちゃん。話しかけちゃおう。どうでした、高人さん。す透けてる。動揺が。ネキシ、美容王さん、一人だけ超絶違和感のある声の方がいますね。はっ、え。この場合の動きはこんなイメージで。あら、ひなこじゃない、どうかしたの。すごい意識高い、常にバレエのことを考えてる。帰りにどこかへ誘おうかな。え、誘いますよ。お、で、そうですね、寄るところはランダムなんですね。雑貨屋さんに。あ、かわいい。付けは良い文明。文明、わかります。へえ、こんなところに雑貨屋なんてあったのね。まあかわいい。私も前に教えてもらったんだ。声が変えられない。いろいろ揃ってるから見てるだけでも楽しいよ。サラサにも教えておこうと思って。お、ありがとうって。マナトさんの七色の声を発揮するチャンス。七色もございません。かわいい。かわいい、かわいいの。こういうのはいくつになっても心躍るものよね。この筆箱とか、筆箱とか、あ、このペンかわいいわよ。え、そう？え、ひなこにはこの良さがわからないの？私はこっちの少しだけ柄が入ってるものの方がいいかな。ひなこはこういうのが好きなんだ。え、変かな。渓谷のグーミンさん、ルーズソックスだったから、ハイソや普通の白が珍しく感じてしまう。わら。靴下。可愛いと思う。女の子らしいんじゃないかしら。可愛い。重吉さん、いいなこの会話。ひなことさらさのやりとり好きです。ね、いいですよね。そしてお家へ帰ってきました。翌日の準備はする。お風呂に入る。もう寝る。何を行いますか。勉強する。柔軟運動する。真面目ですね。
え、こっちかな。柔らかい、超柔らかい。よっと。さすがバレーの選手。運動して明日に備えました。うん、準備運動大事ですね。お、4次元目体育、体育ですね。あの、ひなこちゃん、これはさなえちゃんは、さなえちゃん千本木彩香さんなんですよね。柔らかいね、めっちゃ柔らかい。ラッシーさんこんばんは。あ、ラッシーさんこんばんは、いらっしゃい。うん、ゆずだよ間違えてる今声かけてくれたのが右の子、さなえちゃんなんですが、渓谷のグーミンさん、水着会ね、来ましたね。未来ちゃんや、ひなこちゃんが久しぶりに学校に来た時に最初に声をかけてくれて、何かと気にかけてくれるさなえちゃん、メガネっ子なんですけど、今体育だから外してるから目がちょっとよく見えてないみたいですね。あ、ゆずちゃんごめんなさい。な、さ、な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 んちん、もしかしてあまり見えてない？うん、私視力すごく低くってカミカミだ。そうなんだね。あ、ひなこちゃん同じ声が出ないうん、ライブだよすっごい外したばっかりですね。心配になる。なぜなんか上がりましたね。体育だったから体力が上がった。お、仲間と深めた絆、99まであるのにまだ13。本当に初歩序盤なんだ。この図は行き止まり、壁の上、からくり、廊下、窓。これはな、何かを暗示している。どうか、そうか、放課後イベントをいろんなこと起こしていかなければ。逆にすごい、わらわら。よいしょ、また特待会いっちゃおう。ラッシーさん、脱出ゲームかな脱出ゲームかな日直大変って。あら、普通科の人が何のよ。ここは特待科。今晩も意識の高い。このゲームの目的を教えてください。 TAK893、 ごめんなさい、読み方ほんとごめんなさいこんばんは、いらっしゃい。このゲームの目的はですね、美少女が美少女と仲良くなることです。間違ってない。ライバル視する下田、周りは全員できる子ばかり、負けられない。私だって特待科、みんな意識高い。あ、勉強できそう。高ぶる何さん。特待科、自分の進む道に向かって輝く姿と周りに負けじと弾けるプライド。いい、とってもいいわ。この子間違ってなかった。どうかした。お、また誘いますが、重吉貴人さん、意識高いなんとかさんよ。何あの仲良くなれなそうなやつちょっとイベント進行はなさそうですね。あ、なんかかわいい。フリスペマニア松永、もっと大きく育ちなさい。え、ああ、闇の洞窟で遊んでたの。今人気のフリスペのゲームなのよ。フリスペ何かするかな。そう、スマホもあるんですよね。すごいデザインがほんとかわいい。闇の洞窟、これか。赤髪の子はやっぱかわいい。着せ替え、あ、すっごい。レトロとかできちゃう。ガーリーわー、凝ってますよね。テーブルチャットすごい、 LINE のような。ユズだよ。目指すはエドワール。どうしてもサラサちゃんに。あー、そう、懐かしいですね。あったあった、こういうの。むさん、後ろに猫いますね。わら、ね、かい、手書きですかね。かわいい。このゲーム女子力やべえな。このデザインのこの手書き感がとっても。みことさん、闇の炎に抱かれて女子力が。さん、
ブリドカットセーラーエミみたいなハーフの名前なのかと思ったら違った。闇の炎に、うん、ハーフの名前かと。ひなこちゃんは機械音痴なんですよね。憧れの人。これ変身、変身できないのか。さなえさんとのチャット。おけいさん、あたいに任せろ。りんちゃん、テニス部所属です。ひなゆずライムグループだ。ひなこちゃんグレープ。わかってる、スマホは勝手にバレエをできるようにこれからも頑張らないと。あ、延々とループできる。ゆことさんグループラインや。しらい。おや、反応なしか。まあいいや、後で直接話しに行くね。しまった、既読無視。既読にもなってないか。ういういしい。これはあれですかね、ひなこちゃんことごとくみんなから届いてるのを全然気づかずにスルーして返信するタイミングを逃しちゃってるやつですかね。なにこのスタンプ。あ、そうきましたか。あ、髪結んでみる気ない。ゆずとの約束ということらしいです。ジュークボックス、闇の洞窟。無産、あ、そうきましたそうきました。ここはとある牧場です。ただ普通の牧場ではありません。闇の、そして今日また新たなモンスターが。なかなかちょっとか影のある感じのウサギでしたね。ゲームを落としてあなたが放置しているとモンスターからメッセージをキャッチします。3つの選択肢から1つ選んでください。選んだ内容に対して元気、愛嬌、起点、ストレス、女子の生々しいアンシリスリまくりラインはない。モンスターは牧場から闇の洞窟へ巣立っていきます。男子ディスリマクリ。セイラさんの声大好きなラノベデートアライブのユーツルの声だ。これやっとこっかな。今の世界情勢を気にしています。どうしますか、この子。マメイムちゃんは今の世界情勢を気にしてるんですって。やめさせる、気にさせる、驚かせる。あ、ストレスが溜まりますよ、びっくりさせると。やめさせるのもダメだ。稲葉四郎さん、じゃあ気にしてもらおうかな。ブルーリフレクション本を探し始めました。ラッシーさん、ステフリカ、稲葉シロウサギさん、ごきげんよう。ライブデートアライブ、あ、そうなんですか、声優さんが。あ、稲葉のシロウサギさんいらっしゃい。マナトさん、ブルーリフです。世界情勢気になりますか。世界情勢は気になりますね。やっぱり今ちょっと世間を騒がせているあれとかこれとかがいろいろと気にかかっちゃいます。保健室これ測れないのかな。みことさん、今だとコロナですね。心のしか。ラッシーさん、嘘をついている味だぜ。嘘をついてる味だぜ。あ、いいですね、保健室。無理したらダメだからね、優しい。保険代理担当佐野。おお、保険代理を作ってる。おお、こっちにも注射大好き小峰。外傷なし、怪我ではないって言葉、お注射ですね。はい、任せてください。ゼロ一小林さん、違う、女の子同士で注射、何も起きないはずがない。何も起きないはずがない。ゼロウサギさん、ブルーリフレクション、トロフィー集めるの大変だったな、戦闘より。あー、トロフィーを。ラッシーさん、注射大好きとかやばい。女子校、あ、早い。着信ないかな。闇の洞窟、もうメッセージが来た。育てよう、寝起きがいいようです、どうしますか。あくびをする、
寝癖を触る、散歩する、かわいい。が好きなのかと思ったら逆なのですね。そうですね、撃たれるのが好きってなかなか。あ、青色は減るんだ。歩いてるだけで楽しいですよね。女の子とのイチャイチャが、かっこ笑い。もう見てるだけで癒される系のゲームです、ほんと。あ、愛嬌がなくなっちゃう。あくびをしたら愛嬌がなくなっちゃうぞ。起点が減るけど元気が良くなる。爽やかな顔しています。このキノコとも、それカービィさん、いや違う、なんだろう、何の生き物なんだろうこの魔物は。あ、そうか、これ雨が降らないと起きないイベントとかもあるのか。こんな要素あったっけ。にあったみたいですね。走れるけどジャンプできない。あ、間違えた。また開いちゃった。むさん、あくびしてるのも可愛いと思うんですけどね。ね、思うんですけどね。これカメラが回せないの地味に。お、なんだなんだ、マップが出たぞ。これ移動できるのか、今頃気づく。いやいや、ちょっとブランクがあるのでお許しください。グラウンド、ほうほう、これイベントのある場所とかわからないかな。戻ってきちゃった。誰か私にイベントを。パソコン版で解決するしかないかな。あー、そうなんですね。そしてまた押し間違えるという。もうどうしても R1 を押したくなっちゃう。ダッシュない。自由に好きなように遊んでくださればいいのですよ。お優しい。ジャンプしたい。スカートにスマホ入れたら邪魔そう。これサナエちゃんじゃないや。勧誘する萩原、おぎわら。あ、料理部に誘われてしまった。まだ帰らない。なんか誰かイベントをイベントケイちゃん校門前ラーメンパンがもらえる。みことさん、萩原ゆきふ、いない、いないぞ。ゆきほさん、低等パン。おお、サラサちゃんから撃破暗殺者イントレス。ラッシーさん、ラーメンパン。無さん、ラーメンパンはつゆありなのか、つゆなしなのか。気になりますよね。ちょっと暗殺者と戦ってみたい。闇の洞窟更新早すぎでは、育ちすぎ。ルンルンしています。ルンルンしてるか。落ち着きがないようです。どうしますか。落ち着かせる、遊ばせる、叱る。愛嬌と起点が高まるけど元気がなくなっちゃう。え、遊ばせると起点が2つも減る。元気がなくなっちゃうけど愛嬌、難しいな。みことさん、遊ばせよう。遊ばせます。ラッシーさん、ラーメンバーガーなら食べたことあるけど、つゆこぼしてお気に入りのパーカーが豚骨になった。ラーメンバーガー、すごい。麺か油そば仕様のパンかな。遊ばせました。つけ麺か油そば仕様のパンか。実物を見てみたい。あ、晴れ好きの立石さん、雨好きの雨谷さん。雨の日どうなっちゃうのかな。あれ、いない、いなくないです。何かするかな。いやいやいや、しない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 。みことさん、こっちこっちこっち。闇の洞窟くんは甘やかして育てよう笑い。甘やかしちゃいますか。相入れない二人。はすみはすさん、何もない平原でどうやって遊ぶんだろうこいつ。ラッシーさん、転がったり。あの二人。
でもこの自分にないものがこう案外互いを引き寄せているのかもしれない。雨谷さんと晴れの子が01小林さんと結構するのかな。無意識の苛立ち、これイベントの起こし方、その対象の子がいて話せば進むんだっけ、どうなんですっけね。こら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 、みことさん天気の子かな。天気の子か、そうですね。どうか、ああさなえちゃんじゃないか。楽しいな、帰りにどこか誘おうかな。ごめんごめんね、あごめんね。あ、なんか後ろから視線を感じる。何かモヤモヤしてる子に話すと異世界に行けませんでしたっけ。あー、モヤモヤしてる子を探しましょう。別に依頼人は関係ないんですもんね。どうでした、 VS 晴れ女ファイ、さあ誘いたい、誘いたいけど、やっぱりひなこちゃん可愛い。あ、なんか本当に育つな。石の棒に進化しました。強そうになった。勉強嫌がっています。勉強嫌がっちゃってる。どうしよう、無理やりさせる、放っておく、遊ばせる。無酸戻して、遊ばせる。いやいや勉強、勉強は大事だよ。いやいや勉強を始めました。みことさん、ごめんごめんね、ラッシーさん、やはりパワー型。もうどうして。え、モヤモヤしてる子いないかな。あ、また一周しちゃう。帝国のグーミンさん、可愛さが減った。ここから行ける中には、あれ戻ってきちゃったぞ。ハスミハスさん、進化すると可愛くなくなるのはポケモンと一緒。あ、これお家に帰っちゃう。ポケモン。01小林さん、魔物が何を勉強するんだ。何勉強するんでしょうね。帝国の空はなぜ青いのかとか、3年生の特待か。89さん、早い。女子を3人仲間にして大魔王エスタークを倒す旅に出ましょう。グランに進化しました。おー賢そう。盾が、盾にちょっと名残を感じる。今の世界情勢を気にしこの子もか、この子も気にしちゃうのか。起点、あ、でもあ、ストレス、やっぱ驚かせちゃダメだな。どうしよっかな。みことさん、気になった子を誘ってみるのも良さそうですね。誘うのもちょっと今育て方を本当に悩んでる。起点が上がるけど愛嬌がなくなっちゃう。愛嬌がなくなっちゃう。気にして二度目。お、本を探し始めました。見つかるかな。お、高速、自主、誠実、想像。なぜ読めなかった。あ、4時なんだ。先輩、ショックな鵜飼。成績が、わあ、かわいい。かわいいかわいい。3年生、特に人がいないですね。先輩、先輩。TAK 89さん、大木戸博士にアドバイスもらいましょう。博士。勉強できそう。トレンディーな稲葉。ね、知ってる？は？知りませんけど。みことさん、闇の洞窟。この先輩も、この先輩も育ててるのかな。このミニゲーム10秒くらいしかやってないな自分。ああ、ですか。かな。どんどん育っていく。ねえねえ、知ってるって。日が眩しそうです。すごい何かをひらめきそうです。どうしますか？すごい何かを、頭を撫でる。頭を叩いちゃダメですね。頭ツン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 したい。ツンツンしたいな。元気が出るんだ。でも起点が低くなっちゃう。
これはノーリスクですね。撫でよう。良いアイデアが生まれそうです。みことさん、よし、撫でよう。よしよし、育ってくれたまえよ。最終的にどんな子になるんだろうな。DAK、これめっちゃ本が積んでやる。稲葉と仲良くなって、あ、なんか可愛い。ビーズというバンドを結成しましょう。幼い、かけない、走らないここか。稲葉と仲良くなって2人でビーズというバンドを結成しましょう。みことさん、何に育つか楽しみですね。普通クラス、あれ、この人狙われてる狙われてるよ。南雲さん先輩はキャラも美しい1年生かな。え、先輩って渓谷のグミーさん。おお、闇を感じる。おかしもは、この先輩あの先輩今闇の洞窟にはまってるらしいよ。はすみはしさん、これが女子校か。女子校ですね。脚本室とかありますよ。何、脚本室。結構距離が離れてますね。無茶ぶり感の脚本担当かも。はすみはしさん、あれ女子校だっけ。これ共学ですっけ。でもなんか女子しか私の目に映ってないだけなのかなあ、もう本当にこっちの進捗ばっかりランランしていますランランって何落ち着きがないようです。どうしますか。落ち着いて遊ばせる。ゼロ小林さん、クソ、私も女子校に入学したかった。ラッシーさん、今のを見て女子校いいですね。ワクサ。みことさん、男子は世界から拒絶されている。エミそんなことはどうしよっかな。起点は上がる。元気でもストレスがたまらのか。はすみはすさん、目がランランとしてますね。言いつけを守り落ち着きました。いい子だ。目がランランと。図書室何かありそう。ちょっともやもやしてる子いないんですかね。お、みことさん、あーすごい見晴らしのいい。インフィニットストラタスアニメになった。ストレス社会に適応させましょう。漫画読んでるこの子。ストレス社会に適応させましょう。渓谷のグーミンさん、お嬢様は勘違いしないでください。失礼しちゃうわね。もう信じられない。張り倒す。ん？腐り気味な飯沼さん。あ、女子校と女子校ですね。男子校は無理だけど、せめて共学なら。いろんな子がいらっしゃいますね。個性的。六方全書。充実の図書館。いっぱい下に降りちゃう。どうなったかな。渓谷のグーミンさん、お菓子も派を考えてみました。あー、お菓子も、なるほど。あいうえお作文になってますね。洞窟の奥深くに興味を持っています。食欲がない。どうした。薬をあげる、ご飯をあげる、お金をあげる。これじゃないですか。でもストレスしかたまらない。ダメなのか。無産中庭って行きましたっけ。薬をあげよう。中庭行ったんですけど誰もいなかったなんかイベントを起こしてくれそうな子がいなかったんですよね。というわけでさなえちゃんと一緒に帰ろうごめんね、さっきは寄って帰ろう。神社行って何をするって言うんだい。ダメよ、子供に大金をあげては。エミ大金、さて着いたね。さて、お金あげても何も買えなそう。あの草原上、ここの空気は静かでいいよね。屋上って入れるんですか。よく来るの。
屋上、なんか階段が封鎖されてるっぽいですけどね、行けれるかな。でもなんかイベントはやったことあるんですよね、屋上でも。この二人はなんでこんなところへ。お参りし、あ、ま、さての流れが。そうだね。この二人。なんてお願いしたの？ひなこちゃんのリフレクター活動がうまくいきますように。私と同じだけど、いいの？なんだろう、この会話。だって私の本心だから、ひなこちゃんの応援がしたいんだ。うん、ありがとう、さなえ。そのお願い叶えられるように頑張れよ。渓谷のグーミンさん、結構大きい神社ですね。大きい。みことさん、フルボじゃないのが残念だけど、マナトさんの朗読が聞けるから料金。これ大丈夫だったっけな。まだいっちょ、え、おい、お、うん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 、勉強しょ。うん、今日も頑張った。えらい、すごい、世界のことわざ、世界の楽器、園芸植物、すごい、すごいですね。勉強しました。私の神々の、お、6次元目。はすみはすさん、自粛。自粛、ね、念のために。生なので事故があるといけませんからね。むさん、ちゃんと勉強するの偉いねえ。ちゃんとしてましたね。え？あれ、触れちゃいけない話題なのか。みことさん、入ってもいいのよ。 MP が上がっちゃった。笑い。14ライ。発生する人しない日があるのかな。お、フラグメントを装着する。みんなと仲良くなるとスキルが、おしゃれ。名前が電撃のパッセ。これお菓子みたい。すごい世界ね、会話で。でも大事なことですよね。パンベ、あー、そう、めっちゃ可愛い。うん。動物系、これいいな。みことさん、何の歌が流れてるんだろう。クマさんが味方の近くへ散歩に行く。うん、渓谷のグーミンさん、昨日は春の配信に ANA 祭りでしたよ、わらわら。むさん、アイコンは猫ちゃんですね。この前でもクマさんでしたね。かすみはすさん、ハイデザインすぎてどういうスキルなのかわからないやつ。顧問探索出てるから、やっぱこれですよね。でもサラサちゃんに話しかけると、なんかそのまま誘って一緒に帰っちゃうからな。選ぶとかでもない。とにかく中庭に行けばいいのか。ストーリーの進行は絶対これですよね。それらしいマークもついてるのに。顧問探索マーク、どこだ、どこにいるんだ、悩んでいる子よ。こっちグラウンド、あっちがあの二人しかいなかったですよね。どこだ、私の目に入らない。この子か。違う、塾くらいの原さんだった。大変だね。塾か、頑張れ。ん、どうした。休憩中、休憩してた。テニス部かな。お疲れ。お、凛ちゃん、真田凛ちゃん。このことはもうエピソードが終わっている。校門前、あー、この先もう校門前。中庭のこの範囲にイベントを起こしてくれそうな子が、私の目に入らないだけで皆さんの目には映ってるのかもしれない。グラウンドに行ってみる。
何かするかな。お、若干曲がった。さん、キョロキョロしてる。隣にいるって書いてあるんですけどね。いないですね。ありがとうございます。攻略を見てくださってる。啓蒙を高めよ。啓蒙を高めよ。私の啓蒙がまだまだ。感謝しているようです。どうしますか。ありがとう。また今度。お疲れ様。みことさん、かくれんぼや。ありがとうって言うと、あれ IQ これ減ってる増えてる。あ、質問を変えるができる。放っておいてほしいようです。どうしますか。あれ、はすみはすさん、ガストゲーだから食欲バグの可能性も捨てきれない。バグ、薬をあげる。感謝してるようです。一周しました。ありがとう。喜んでいます。愛嬌が上がった。次洞窟に行っちゃうのかな。リンちゃんの隣にこの二人も気になる。先輩星野、大島、大島、英語赤点だからわからないっす。いや、こういうの好きだな。わかんない。塾通いの原さん。啓蒙を高めよ。いた高まった。私の啓蒙見えるぞ。赤い。これはオーラによって感情が違うんですよね。むさん、いたわら。いたいた。帝国のグーミンさん、わかんないわかんないわかんない。はすみはすさん、笑った。啓蒙が、こんなところに。啓蒙が、イライラしてらっしゃる。頭を撫でてあげよう。本当にイライラしてる。わからないんですって。顧問に向かいます。待ってて。シュン。シュン。よかった、闇の洞窟配信になるところだった。小林さん、もうちょっと奥の方だった。いや、啓蒙を高めた結果ですね。ね、小林さんのおかげですよ。啓蒙を高めるすごいヒントをくださってた。アイテム作成フラグメント強化。落ち着かせよう。顧問内でアイテム作成とフラグメント強化ができるようになりましたですって。アイテム作成、うん、なるほど。憧れ、尽くす喜び、変化への恐れ、気から体へ、気から体へ。反骨心、かける星、渾身の同調、渾身のダメだ、深読みしちゃダメだ。近くの塚柱え？すごく熱い。これが怒りの感情。怒りの感情、熱い。古文世界ではジャンプもできるし、カメラも回せます。視界良好。これのことかな。近くの塚橋。ちょっと考えてみよう。誰かの恐怖の記憶、誰かの悲しみ、少しだけ体力が上がる。エーテルを含む甘いジュース、ジュエルシード、男性増強剤、シールド、ホカピタ冷えピタじゃない。ちょっと考えてみよう。憧れ、尽くす喜び、かける星、ライバルの再認識、スキル威力、エーテルが減少する。基礎攻撃力、基礎攻撃力、理解不能の苦悩、渾身の同調。わあ、空丸パイセンですね。憧れ。これはすでにもう装備してるっぽいですね。何もしないんかい。いほよ。ああ、そうか、これ。それ。こうですね。これで始まる。うわあ。うわあ。みことさん、怒りのスーパーモードだ。怒りのスーパーモード。あ、いいですね。悪魔ツーン、アタック。迷いなく、
ライバルと読むあたり。あーそっか、これタイムライン、あーそうかそうか、飛ばしたり駆け引きがいろいろあるんですよね。はすみ八さん懐かしい。とりあえず戦ってみようかな。全然覚えてない。みことさん、あ、弱点乗った。そしてかわいいストーム、あ、おー良きですね。私も限定版でよかった。あ、一体か。アトリエと、これ衣装アトリエにできるんですよ、魔法少女衣装を。これも特典だったかな、私がダウンロードしてない。透き通った装甲、自戒の意。敵じゃない。ロロナだって。どの衣装だったから確認が。あーでもそうですね、あ、赤っぽく、青じゃなかったから。あー痛い。ロロナかな。もう変化への恐れ、火から体へを持ってる。強すぎでは？マグマスターン。頑張らないと。みんな体力は大丈夫か？ MP 回復とか戦闘で、あ、どうなんだっけ、自動回復か。オッドアイになってる。黒曜石じゃない、黒鬼石。新生世界、現実の世界のものも。あ、じゃあちょっと気をつけながら進まないといけない。アイテムがカバンなのが可愛い。あ、見つかってるな。やっぱ倒しながらの方がいいのかな。レベルを意識せずに。あ、ちょっと強敵な予感かな。リフレクトを 40%。 かわいい。もうとにかく透明感が素晴らしい。あ、ノックバック効果がある。順番が入れ替わる。全体。倒しに行っちゃってるかもしれませんね。弱点があった。ハスミハスさん、ノックバック重要。ですよね、攻撃順位3、4、5。あ、これはまずいな。無の透明感ありますよね。ありますね。曲がもすごくよろしい。よろしい。ノックバック。あ、ある、ありますね。よいしょ、ターゲット。あ、これ、メインターゲット。暗殺者イントレス。これを飛ばして、フォークロア？フォークロアだと？次はどうしよう。これターゲットの敵ですね。まだ。あれ、なんかすっごい。こんな近くに。早かったですね、出るのが。ノックバック。おー、すごい。そうします、そうします。で、これで弱い子をちょっと聞き捨てならないっていうか。見逃せなかった。クマさんが目からビームを発射。これだ、いけるかな。ビーム攻撃。強い。めちゃめちゃ強い。MP はまだ大丈夫。
ノックバック中。あなたのターンは来ない。ああ。ミコトさん出会ったかな。飛ばせなかった。29もっとか。な。大丈夫。クマ。クマ。入れ替わらない。こういうゲームなんだ。そうなんですよ。シミュレーションゲームじゃなかったんだ。そう、魔法少女が戦うゲームなんですよ。もうこれは倒しにかかる感じで。帝国のブーヨさん、レジオが頭をよぎる。このバトン、このバトン。霞ヶ浦さん、魔法少女。すごいな、分かれるんだ。MP が足りなくなってきたんじゃないでしょうか。オーバードライブまだ足りてない。一回できる。サポート、体力回復まだ良いですね。アタック、エペリオン、魔法の力だ。いまいち技が何も使えなくなっちゃった。おー、やりました。取り合い。エーテルチャージ MP 回復使ってみます。ラバーダスト、不審の心、撃破。無意識の苛立ち完了。あ、確かそうですね。あ、あれ出口ですね。これもしやもう一体いる。みことさん、戦闘後のやりとり、何これ、可愛すぎ。可愛いですよね。帝国のグーミンさん、これもう一体はちょっと。よし、熱い。あれ出口じゃなかった、ワープだった。あ、じゃない。無限に。無限に。MP 回復しつつオーバードライブかな。なんかありましたね。懐かしき。ちょっとずつ思い出して。いる。あれ？先生、先生、顧問から出られません。同じところをもう一周してるな。あ、戻れました。いつでも戻れる。マップのボタンと一緒だった。 L1。 霞橋さん、存分に迷ってください。迷うとこだった。囚われたドーナツ、無事に出てくることができました。一番合戦さん、無さん、少しずつ思い出していきますね。助かったよ。お、低糖パンくれた。ぼーっとしてるこの情報、着信ないかな。さなえちゃんから。ぼーっとしてるこの情報、あ、これ違う。なんだ、なんだ今さっきのは。ミッション、これか。お、図書室ですって。チェリーパイがもらえる。周辺のかけらを集める。図書室は2階。あっという間に。おお、出てますね。出てますね。紫色の。なんだろう、このオーラは。鳥さんだ。鎖掛けの子がいる場所ですね。鎖掛けの子。ちょうどこの反対側にいますね。画面には映ってないのが残念。
けらを回収。変身。このゾーン嫌い。ああ。しがらみのね。えい。そっちやないでくど。背中や。どうしよう。どうしよう。魔力を。あ、エーテルチャージ。ああ、そうかそうか。これ。ああ、そうですね。あったあったこういうの。えいえいえい。クリティカルがめっすごい。めっちゃ決まってる。ムクトさん、なんやて。キブレド。ムさん。この調子でいこう。なんやてクド。ハスミハスさん、このちょっとずつ。本当強い。それ。帝国のグーニンさん、今のはバックアタック食らったんですか？バックアタックでしたね。レストラン。レストラン。なんか歩くとビリビリしたものが、キラキラビリビリ。お、あそこにもあるぞ。ジャンプして、即攻撃。ハスミハスさん、残念、向こうに飛べない。食らいましたね。食らってしまった。みことさん、かわいいだけじゃなくて、強いのよ。ああ、拾えないか。あれは帰りに拾えばいいな。しがらみの根か。YouTube 少し調子悪いんですかね。あ、YouTube。そう、最近なんか調子悪いみたいですね。そんなアクション性はないのよ。ガーストちゃん。ジャンプして隣に飛びたい。あ、やった、全部拾えましたね。おー、評価100ポイント達成。ほんとこれいつでも戻れますね、便利。ジャンプで反対側の岸には渡れないけど。カフ君の実験レポート、ありがとう。チェリーパイくれた。腐ってる子は気になっちゃう。キャラをめでて楽しむゲームよね。ね、みんな個性的。モブなんていないっていう。グラウンド、ミルクティーがもらえる。スカル族を撃破。みんなに話しかけてみて。いなかったですよね。また私には見えない啓蒙が、まだその時ではないというのか。グラウンド、あ、進め方が分かってきました。分かって、3年の時を経て、もやもやしてる子いないかな。あー、なんかこういうのありましたね。懐かしいなあ。あ、いるぞいるぞ。青色のオーラが出てる。ヘイ、彼女。むさん、さすがマナトさん。いろいろ思い出しますね。帝国のグーマンさん、3年も経ったんだ。待ってて。わらわら。みことさん、重いんですよね、あれ。ハスミハスさん、トンボムドキ。そうそう、グラウンドを設置する。すごい量の水。ローラ、涙ですか、違うか。はよよ、スカル族、これスカル族かな。ジェリーパイにはミルクティーが必要ですから、クリアしないとですね。クリアしないとですね。熱血キャラが特訓するやつや。特訓するやつや。
ゴロ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 って。あ、結構行動が遅めなんだな。えい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 。いくよ。あ、あまりこれ弱点要素じゃない。みことさん、涙が始まれたさ。ね、雰囲気的にはそんな感じですよね、涙で。おお。なるほど。やっとライブ見える。タクトさんいらっしゃい。ゆっくりしてってください。またまたもや。範囲攻撃。いやいや。クマ、クマ強すぎ。ゼロ一小林さん、涙に意味を。そうだがちょいちょいクライスタが、わあ、わあ、獅子神様。おお。これ啓蒙がちょっと高まっちゃう系の。おお。クライスタ。おお。あー、しまった。先制攻撃できなかった。どうしよう。もうずっとクマに乗って戦ってます。ほら。クマ、クマで勝てますよね。ただの騎士だめるじゃん。ただの。いや騎士だめる先生。動物系はまだされましたっけ。13。それ。あ、弱点だ。わあ。この方は怖いですね。いや、ここは節約で。節約でいけなかった。通常攻撃でだいぶ強い。クマさんどうする？本当可愛いですよね。自分も勝てるようになりたい。素敵ですよね。あ、スカル族。整列の水。これがスカル族か。平常人、宇宙人。宇宙人。メル先生。心がナグと書いて、なんだろう。雲のプーさん、そう、プーさん使い強い。これならどうだ。めっちゃ叩きますね。どうする？目からビーム攻撃は単体なのかな。3番目、釣れるかな。ノックバックどころか。やっつけてしまわれた。これ落とせるかな。よしよし、目からビーム。まだ。骨なし骨あり骨骨。アイリス。キョロキョロ。わあ、当たった。引くのも手かなって言ってる。強いのか。4567。
みことさん、世界観がほんと綺麗や。これで音…あ、落とせないな、落とせないから。世界観綺麗ね。4号が僅差で来るな。どうしよう。フォークロア、フォークロア。あ、ドキドキするな。これで落としてしまえば大丈夫。結構ありますね。一体ずついきますか。5、4。行くよ。どうしよう。とやっといてからの目からビーム。行くよ。はすみ発見。このゲーム爆弾的なアイテム。よし、どんどん行こう。ね、無産都市伝説って爆弾？ほら。そうそう、都市伝説って言うと怒るやつ。フォークロア怒られちゃいますね。 MP に気を、あー、これはもう通常攻撃で落とそう。おっと、防御力が下がる。陰徳の怨恨、すごいのが手に入った。ことちゃん、どうこさん、はすみはすさん、この義理残って殴られるのが辛い。これで果たしたのかな。クダのフォークラは良いですよね。範囲攻撃は便利。ギリ残って殴られる、あれますよね。なんで削り切ってくれないんだろうっていう。次もよろしく。次も そうか、これサイドミッションあー、すごい、サブみんな片付けましたね。ケイちゃんと仲良しになりたいんですが、この門前、また私が見落としちゃっているパターンなのでしょう。この何か話しかけたいマークは絆が深められる子かな。端まできっちり見よう。おけいさん、どっかにいないかな。いた、この子です。あれ、なんだかけい元気ない気がする。バスケ部の先輩たちと何がいけないんだろう。あたい一年生はあたいか。結構単にいることあった気がします。わら、こういう時は練習あるのみ。たまたまじゃない、練習あるのみ。お、これうち、はすみはすさん、ゲイまさに走りでしたね。練習あるのみだよ。指輪そうそう、そうですよね。エピソードでメインキャラ指輪、力をサポートしてくれるんですもんね。夕日に向かって走り込みよ青春だ、青春だ。お、やった。
あー理解しました。ということはあれ、これサイト美琴さん青春ドラマわら活動報告99。あ違う違う、これ今までこなしてきたものですね。履歴進行中。え、これ本当に99まで貯めないと進めないとかそういうのではなく、活動報告する100ポイントだよ、100ポイントだよ。おお。無産教室で活動を報告しないと進めなかったような、報告しましょう。これ別にあれですよね、99まで貯めないといけない的なのではないですよね。別ですよね。ああ達成してた、よかった、ありがとうございます。普通に報告可能でした。黒板消しウィーンってするやつ。ハスミハスさんどうか覚えてるな笑い素晴らしい、良かったです。ライムに任せて。みことさん洞窟くんはどうなったかな。洞窟くんあれから反応がないですよね。いや来てましたか。ルンルンしてる、感謝してくれてる。元気を増やしたい。え、悲しんでる。あ、ちょっと待って、また今度選んじゃった。全然中身を見ずにしまった。元気ゲージを上げたいがために。あれ、なんでびっくりマークが。哲学研究コマンドさんぼなんだこれで。普通に帰ればいいのかな。サラサちゃんともう一回帰りたいな。本当ならね、ひなこちゃんもこの特待課にいるはずだったのに。どうした？お、コンビニ女子高生っぽい。おおお、店名がジュースですって。あーすごい、足の心配や。いや、サラサって可愛いなと思って。無産ちゃんとローソンしてる。あーかわいい、あーかわいい。あー角馬さん、あもう選ばせてくれない。ふう、あ全然大丈夫ですね。大丈夫、考え事第01コーソンでもドーソンでもない。早く寝なきゃねえ、ちゃんと店名が。第4章真実を包む。はすみはすさん YouTube さん、なんかこれは健全です、間違いなく。YouTube さんお願いします。みことさんお風呂セーフ。YouTube さん、ね、またバレることじゃない。YouTube さん、絶対諦めたくない。絶対諦めたくない。フラグメントを集めて原子を倒して元の生活を取り戻す。セーフセーフ。ゼロ一小林さん もう少し長風呂をどうにかしないと。渓谷のグーミンさん、もしかしてマナトさんのプレステ頑張ってます。頑張ってくれましたね。さすがプロは違うな。プレステ4プロは違うな。はすみはすさん YouTube さん健全です。健全です。この肌色が違うんです。違うんです。本当です。またこのロック歌手全国ツアーするんだ。ロック歌手
後ろ後ろプリの人すごいな。アプリの人もう結構な年のはずなのに服装や髪型もと派手だし、プリの人二人が来たらなんでしょうね、プリの人。お風呂シーンを見せるために頑張るプレステ君、さすがやで頑張ってくれた。アコアコ、ミコトさん、ラルクかな。あなた、魔法少女でしょう。それとも宇宙刑事、はたまた異世界から来たエージェントってやつ。この子突然カメラ撮り出し撮り始めた。なんなの突然。っていうか、あなた一体誰。これでクラスメートだったらちょっと問題ですよね。そういえばまだ話したことなかった、ね、同じクラスか。私は一ノ瀬亜子、放送部なの。放送部と言いながらそのカメラは新聞部じゃなくて放送部。この学校に関する事件を調べて記事にしてるの。話が全然見えないんだけど、その放送部さんがなんで私に。時期外れの転校生、謎めいた雰囲気に人間関係、私のジャーナリストとしての感が欠けてるの。ジャーナリストとしてのか。大好き。これはオカルトマニア。エージェントか異星人、あるいは変身ヒーローだって。どちらかというとサブカル。私転校生じゃないよ。ね、ちょっとお休みしてただけ。事情があって。最近まで登校できてなかっただけで、最初からこの学校に入学してたよ。むさん、毛先が緑なの綺麗。せっかくネタになると思った。あー、毛先緑ですね。なんかごめん。でもどうしてそんな突拍子もないことを考えたの。私がその魔法少女だなんてなぜわかったし。これは白井ちゃんの隣にいる二人のせいだよ。あの二人、ライムちゃんとユズちゃん。ユズとライムのこと、あの二人いつからいたのか全くわからないんだよね。おっと、最初からいたんじゃないの。少なくとも入学式の写真には写ってないんだよ。おお。なのにいつの間にか当たり前のようにクラスにいて、怪しいでしょ。これはストーリーの核心に触れる何かなのでは。そうだね。ね、一緒にあの二人のことを調べてみようよ。おお、黒板の消し方、この細部に至るまでの再現、すごい。ね、ああやって消しましたよ。なんで私が。だって白井ちゃん放課後とか結構あの二人と一緒にいるし、クラスの隣人が素性不明とか気にならない。気にならない。それはもう。よし、決まり。じゃあ一緒に探っていこう。おはよう。よろしくね。というタイミングでふわふわ。あっちゃんとお話なんて珍しいね。あっちゃんというか初めてじゃない。何かあったの。さりげないふりをしているが、確実に探りを入れてくる二人。別に大したことじゃないよ。お、一次元目。渓谷のグーミンさん、あっちゃんかっこいい。ハスミハッサン、クラスメイトの素性を知ってることの方が珍しいんじゃないかな。笑い。確かにクラスメイトが何者か。素性。さっきからこっちをチラチラ見て。あ、気づかれていた。あ、なんかみんな個性的なこの教科書の置き方ではあるんですが、ユーズちゃんから数えて右に2つ目のロッカー、真ん中らへんの魔術の本みたいなのが入ってるけど、誰のロッカーかな。なんでもないよ。
そうか、席挟まれてるのか。あ、ライムちゃん何か思うところが。昼休み。あそこは確か演劇系の本棚だったはず。みことさん、見え、どうしよう。まだ。また図書室に来てますね。まさか、どんな場所にでも自然に溶け込めるように。演劇？多分文化祭の出し物を調べてるんじゃない？無さん、アスクレピオスの杖みたいなマークですね。なんかかっこいい響きが、かっこいい響きが聞こえました。アスクレピオス。はあ、昼休みも収穫なしか。ずーっと見てるのか。渓谷のグーミンさん、クトゥルフ世界だったのかな？クトゥルフ。別に何もなかったね。みことさん、ダメよ、マナトさん。見えてしまったら、本部から資格が。拾っていただいてありがとうございます。なかなかこう、気は、でも、クトゥルフミは、原種っていうすごい強いモンスターが出てくるんですけど、あのクリーチャーのデザインは、ちょっとだけクトゥルフミがあるかもしれない。TAK89 さん、ヤングジャンプとヤングマガジンくらい棚に入れといてよ。特に仕事はないってことなんじゃ。ヤングジャンプ、ヤンマガ。いやいや、あの二人は絶対に何か隠してる。私は諦めないから。ゲラーチ小林さん、見えそうで見えないのがいいのですよ。なるほど、いいのですね。いやいや、あの二人は絶対に何か隠してる。二人、絶対、何か、双子、頭が。お、放課後になった。ひなちゃん、ひなちゃん。ん？どうしたの？何かフラグメントの手がかりでも見つけた？星の宮タウンミッドスクエア、送迎のご案内。違うところばっかり目がいっちゃう。実は今日、ゆずたち用事があって帰らなきゃいけないの。ええー。だから一緒に活動できないの。ごめんね。みことさん、双子、悪魔。そっか。頭が。頭が。うん、また明日。バイバーイ。バイバーイ。のびー。今日は私も帰るか。白井ちゃん。うん。あっちゃん。何？チャンスだよ。二人の後をつけてみよう。おっと。契約して代行者には、ま、今回は魔法少女か。あれ？いいんじゃない？ゼロイチ小林さん、二人が合体してラスボスになるのかな？ラスボスになっちゃうのかな、この流れだと。契約して代行者に魔法少女。つながっちゃう。あの二人が放課後何をしてるか気にならない？二人が放課後何をしているか。それはまあこれで最後だからね。お家気になる。分かったよ。ものすごいお金持ちの予感。そういうのではないか。あ、普通に歩いてる。周りの。肛門を出た。ほら、行くよ、白井ちゃん。そんなに目立ってるのかな。うん。ヘリコプターでも来てますか。なんだろう、高そうな車。車だった。どこに行く。うちは逆方向だろ。寄り道せず帰るよ。いつも注意しているだろう。ごめんなさい。あのおじさん、一ノ瀬さんの知り合いかな。ごめん、白井ちゃん、私行かなきゃ。おや。うん、わかった。あっちゃん、私から誘ったのにごめんね。それじゃあまた。うん、また明日。あっちゃんがお嬢様。今さら声優陣見てきたけど、ほんと豪華。なんだったんだ。豪華。ユミリちゃん、まずいかも。
あれ ちょっと良くないね。良くない。あ、てかこの二人、あれすっごい、すごいリアクションしますね、ひなこちゃん。びっくりした。驚かさないでよびっくり顔それはこっちのセリフだよ。っていうか、いつの間に。かわいいな、よく動くな。さあ、いつからでしょういつからでしょう。そういえば、まっちゃんとひなちゃん、いい転び方でしたね。世界目視せそう。バレてる。世界、世界を目指せるいい転び方。ような驚き方ですね。リアクションは素晴らしい。まさか一ノ瀬さんの記憶をいじったりはしないよね。これ以上絡んでこないように。さあどうかな、どうかな。一ノ瀬さんと一緒にいた人って誰だったんだろう。え、あ、勉強という項目がもうなくなりましたね。勉強はしないのか。そっか、じゃあ寝ちゃおっかな。すやシャツ完全にこれシワになりますよね。しかも時計は中地 TAK89 さん。アコア川北真由子くらい実家がお金持ち実家がお金持ち。お風呂キャンセル。そっとそっと寝てみました。終わったんですよ、オーブン。あー、なるほど。それで勉強しなくても。あれ、ユズとライムは。ひなこ、おっと、サラサちゃんだ。どうしたの。どうしたの。何って、今日は学園祭の打ち合わせをする日でしょ。そうそうだったのか。え、聞いてないけど。ユズとライムには伝えておいたんだけど。おや、とりあえず了解。何人か誘ってみる了解。お、前世と参加型イベントとかは、クイズとかマスゲームとか。蜷川真央ちゃん。それはちょっと調整が大変じゃない。真央ちゃん、会場の確保も難しいし。すっごい綺麗、特待生か。喫茶店なんかどうかな。飲食系は準備が大変だし、衛生面が不安かな。じゃあ今日は一旦ここまで。また後日話し合いましょう。解散。髪色が綺麗すぎる。内山優実さんだっけな。あ、ですね、内山さんですね。どうかした。ひなこ。え、な、何。どうしたの、さっきからぼーっとして。ちょっと気になることがあって。ねえ、聞いた、一ノ瀬さんのこと。うん、なんか行方がわからないらしい。行方が。先生が慌ててた。怖い怖い顔がひなこ、ごめん、サラサ、ちょっと用事ができた。また明日。顔がいい。ちょっと、ひなこ、ひなこ。声もいい。おやおや、行方が行方が。ゆずとライムが一ノ瀬さんに何かしたんじゃ。何か、何かとは。あれは、うん、あっちゃん、あっちゃん。一ノ瀬さん、無産、オカルト的な展開かな。追いかけよう。オカルト的な展開になってきた。お、曲が。あー、闇の洞窟。何かするかな。闇の洞窟、ドキドキの続きが。Z
ゼロイチ小林さん、何かされたようだ。何かされたようだ。戦いをシミュレートしています。何事にも動じない戦士グランは闇の洞窟へと旅立っていきました。そして月日は経ち、闇の洞窟へと旅立ったあなたのモンスターはどうなっちゃう。 TAK89 さん、教師は出てこないのですか。洞窟の鬼塚とか金八とか、洞窟の最新刊で傭兵をしています。魔王親衛隊に志願をしましたが、見た目が怖いという理由で実現しませんでした。なんてひどい。しかし腕は確かで誠実であるということが広まり、住むモンスターたちの用心棒として慕われています。グラン最終役職、地下5階のコアモテ用心棒、洞窟階層最新階。すごいすごいな。達成難度少し難しい。プレイしてくれてありがとう。よくわからない返事でも試しにやってみるといいかもしれません。最後に交わした言葉が、また今度でお別れする闇の洞窟。闇が深い。刺さりますね、最後の会話が。あ、そっか、いなくなって、クテルフ。教師、先生出てくるんだっけな。みことさん、魔王の深淵の怖いが理由で入隊できないとはわっと、むしろ怖い方がいいのでは。お、屋上出られた。あ、そうですよね、怖い方がいい。一ノ瀬さん、あ、あっちゃん発見。あっちゃん暴走、なんで。ユズとライムがいないけど放っておけない。一人で行っちゃう。一人で来ちゃった。しかも怖いところ。ここあ、で今度は恐怖の感情けど、なんかいつもと違うような。さあ、ひなこちゃんが驚いて、もう一度尻餅をつくまで、うん、あっちゃんの感情に引きずられてゾーンが混ざり合ってるみたいだね。5、ユズ、それにライムも、いつの間に。4、前に指輪同士で力がリンクしてるって話をしたでしょ。転ばなかった。少し離れてても誰かが顧問に入れば他のみんなもリープできるの。ほう、便利機能ですね。エタ版かな。そうだったんだ。みことさん、未遂。このゾーンはゼロイチ小林さん、転ばなかった。わら、未遂、残念でした。また見られるかと思ったのに。ねえ、転んで欲しかった。今回のあっちゃんみたいに複雑な感情を抱いてたり、自分のことがわからなくなったりしてると発生することがあるの。どういうこと。一ノ瀬さんの感情が顧問をおかしくしてるって、あなたたちが一ノ瀬さんを連れ込んだんじゃないの。連れ子。違うよ。連れ子。ライムたちも彼女を探してて、ようやくたどり着いたの。どういうこと。どういうこと。説明は後。今はあっちゃんのフラグメントを探そう。わかった。了解。本当に心の中を映すかのような古文世界。いいですね、これどこから来たか分かるので迷子になりづらい。さらっと。さらっと。よ、どうしようかな。あ、アイテムかと思ったらアイテムを作る場所だった。ジャンプで迷ってもいいのよ、エミ。ま、迷ってもよかとですか。わあ、なんて綺麗なんだ。は TAK89 さん、ペルソナに少し似てますね。あー、心の中を。あんな感情、こんな感情が見えちゃったり。光と影ですからね、青春の光と影を歌ってますので。戻ってきちゃった。あそこに行きたいのである。あそこへ行きたいのである。ここから
いけました。なんだろうこのベールのような。ふっよ、何も起きないか。おお、見つかる。ふん、あ、目測を誤った。なるべくMP とか温存していきたいんで。みことさん、BGM が綺麗。あ、BGM 綺麗。あ、ここまで来てくれない。あ、る、来てくれる。よし、これで負けた。ああ、そうか、こういうポイントで。ふわーり。あ、なんか強そうなのがスルー。マップ、あ、そうか、マップを開こうとするとここから出ますかが出ちゃうんだ。あー、アイテムがあるかな。もう帰りたいもう帰りたい。あ、これスタート位置に戻ってきてしまった。不可逆かな。もう一回触ると、お逃げちゃった。ひょい。まあ一体ぐらいは。負けない。ライムたちは負けない。頑張っていこう。よし、行くぞ。ストームダイジそして学ばない私。魔法の力だ。魔法すごい。ミコトさん、不可逆リプレイ。どうする？先にこの人を落としちゃう。リプレイス、可逆リプレイス。次はどうしよう。ムッキーさん、やっぱ魔法ですね。やばい魔法ですね。強い。タングベア。先に進もう。魔法。魔法よりも直に叩いた方が攻撃力が出る。あー、敵もいいデザインですね。逃げよう。あ、こんなところにも。ゼロイチ小林さん、魔法より強いクマパンチ。クマパンチ、クマパン強い。イベントだ。フラグメント。あっちゃんの、お父さんに心配かけちゃダメ。あっちゃんの心の奥、いつまでも夢を追いかけてちゃダメ。ちゃんとお父さんの前ではいい子にしてないと。反発する心か。これは昨日の、あ、ひょっとしてあの時の男の人って一ノ瀬さんのお父さん。夢を追いたい気持ちとお父さんの前でいい子でいなきゃいけない自分。ひなちゃん、おお。まずは魔物を倒そう。おお。みことさん、夢はいつまでも追いかけていいのよ。ねえ、あっちゃん吹っ切れてくれるといいな。このくらい揺れる、ね、揺れる乙女心。女子高生か。どうしよう。みさん、このパッキーは心が揺れやすいですからね。ですよね。多感なお年頃。クマさん、クマさんやっぱ強すぎたな。ゼロイチ小林さん、人の夢は
それならどうかな。ついわるね。終わらねえ。あーことごとく電撃のパッセ。そこだ。あ、聞きましたね。なんか指お願い、ね、攻撃のモーションにちょっとあっと、なんとも言えないこのデザイン。ほんと敵のデザインもいいんですよね。次はどうしよう。なんかちょっとすごいの出したいな。アッシュビエルジ。力を込める。おお、魔法少女。どうしよう。吹き飛ばしましたね。無敵ノアの熊投げて戦ってもらうか。5人目として回避に欲しい。ほらなるほど、クマ投げて4人目。なぜ範囲攻撃。やったね。お疲れー。自責の念。あっちゃんのフラグメントまだ暴走したままだね。どういうこと。魔物にやられたのが原因じゃないの。多分魔物から受けたダメージが大きすぎて自分で修復できないんだと思う。魔物か。魔物、自分ですよね。じゃあ急いで固定化しないと。ううん、今のまま固定化すると暴走した状態のままになっちゃう。そんな。じゃあ、ミコトさん、人の心の中でイチャイチャする3人。ひなちゃんが直接、あっちゃんを癒してあげて。ちょっと面白いですね。僕らの7日戦争では、はっきりと親に抵抗してました。人の心の中でイチャイチャする3人。おお、親に。おお、成長。私が癒してあげて。まあね、そうですね。反抗するのもだけど、従うのも思ってこそとか複雑ですよね。フラグメントは思いのかけら。暴走を止めるにはその感情を抑えてあげればいい。魔物も倒したから、そう、しばらくは時間を稼げるはず。君のサンフィが欲しかったよ。悪意か。さん、こんばんは。急いであっちゃんを助けてあげて。でも、どうやって。こんばんは。大丈夫、今までと変わらない。あこちゃんの気持ちになって話をしてあげればいい。今までだってちゃんとできてたし、ひなちゃんなら大丈夫だよ。ゆず、ライム。さあ、戻りましょう。うん。なんかこのゲーム、ひなこちゃんのコミュ力をこうゆずちゃんとライムちゃんが上げていく側面も私には夢がある。目がでもお父さんの前ではちゃんとしなきゃ。限界だ。あっちゃんが限界を迎えようとしている。無さん、心が揺れてる時は誰かと話すことで落ち着きますからね。うんうん。ひなこちゃん、勇気を出して。そんなに辛いならきちんとお父さんに言えばいいじゃない。おお。でもそんなこと言ったらお父さんが。ずっと一緒にいる家族なんだから本音で向き合わないと。アコがどう思っているか、何を悩んでいるか。いい子のふりしたってどこかで行き詰まるだけだよ。それにまだお父さんと話もしてないんでしょ。話してみないと本当のところは。ヨルシカさん、しかもヒロインがエンディングの直前で
親友の女の子に恋の告白してびっくり。私だっていろいろと誤解してた部分はあったし。すごいこのゆずちゃんとライムちゃんのこの見えてないのか。そっか、そうだね。おお、フラグメント吹っ切れた。無事に回復したから出てきたみたい。ひなちゃん急いで固定化して。うん、無酸二人で通じ合ってます。ね、二人の世界ですよね。指輪だ。お、あっちゃんがひなちゃんに心を開いてくれた証だね。お、目にハイライトが。また一人仲間が増えたね。あれ、私いつの間に学校に。白井ちゃん。あ、我に帰った。心ここにあらずでしたか。その指輪は？すごい、なんかあっちゃんが自分を取り戻した瞬間にこちらの会話に入ってくるこの二人。よかった、間に合った。あこちゃんの指輪だよ。いいからつけてみて。おお、ちょっと。なんか記憶が流れ込んでくる。記憶。言ったでしょ、指輪はリフレクターと力を共有するって。それはつまりフラグメントの記憶も統合されるってことだよ。便利ですね。あくまでフラグメントの記憶だから一部分だけだけどね。一部分共有されるって、まさか。おお、白井ちゃんやっぱり魔法少女だったんじゃん。無酸ラブストーンかな。やっぱりこのままじゃ記事にされちゃう。アコ、そのことなんだけど。ラブストーン。ゼロイチ古代さん、バレた。記事にはしないよ。すごい。本当。あ、よかった。だって白井ちゃんには助けてもらったし、変友達だからね。秘密にしておくよ。あー、あんちゃんいい子。ありがとう。けど魔法少女なんて本当にいるんだね。本当にいるんだね。そんなファンタジーの存在がいるなら私がジャーナリストになるくらい全然流れるような展開。お父さんも納得できそうだよね、この流れを。ジャーナリストになるのが夢だったんだ。別に反対されるような職業でもないと思うけど。フリーの記者になって特ダネをバンバン取っていくの。紛争地帯とかにも飛び込んで社会の矛盾を暴いていくつもり。おお、それは普通に反対されるよ。されるかな。そういえばアコのお父さんって厳しそうな人だったよね。ゼロイチ古代さん、それ反対されるわな、わら。やっぱ反対されちゃうか。危ないから。あっちゃんのお父さんなんでしょうね、お堅い。別に仕事自体は堅い。お守り方の心配でしょう、娘なら。この人だよ。よろしく。心配か。魔法少女はもうごく危険な職業だよ。昨日ニュースになってた大物歌手のって、そこにつなげる。わあ、ちゃんと伏線を回収しましたか。伏線だったんだ。うん、私のお父さん歌手なんだ。歌手なんだ。魔法少女は、あ、そうですね、危険な。ジャーナリスト。リアクションが本当に。お、突撃ジャーナリズム。お、セーブ。
翌日の準備が。お昼の約束をする。柔軟体操さん、ちょっと誇らしく言った顔が素敵でしたね。ね、嬉しそうな、いい顔してました。明日誰かとお昼を取りたいな。お昼の約束をしました。お、あっちゃんそっか、放送今日のリクエストは、新聞部じゃなくて放送部ですもんね。顧問につながるゲートが屋上に出現しましたいつでも行くことができます。レベリングができる。おお、テーブルチャット。何かするかな。ポイントがいっぱいもらえる。闇の洞窟また始められるかな。テーブルチャット、しりとりしよう突然だね。坂終わった。みことさん、闇洞へ行こう。短期決戦すぎる闇洞、闇洞気になる。すっごい坂間お、おけいさん、いいアイディア。わあ廃却か。極悪のアイディアゆっくり休んだら。お、おけ、おけ、パンの耳。どういうスタンプを入れてるんだろう。あ、徳田ね、いつも募集中。かわいい。あ、ちゃんと返せてる。無酸パン食べられてますね。ほら。オッケーとどの辺がこうつながる感じなんですかね、さっきの。かわいいな。いやいや。みことさん、ほんと不思議で、かわいいスタンプ。ほら。この流れ。茂吉貴人さん、パンの耳スタンプ。斬新、斬新ですね。あ、会話がここで終わってしまった。これからどんどん仲良くなっていこうよ。いやいや。しかもこれ返さないとダメなのでは。お、グループの方も。変身しよう。確かにどっちも驚いたけど。いや。だから断ってますね。わら。断っちゃダメ。また出た。また出た。オッケー。食い違う。オッケー。ひなこちゃん。このポンコツ加減がいいですね。あ、また始められるぞ。仕事をしたい。仕事をしたいなんてそんなダメだよ。休もう。不満そうな顔しています休ませちゃった。みことさん、強くてニューゲーム。むさん強くてニューゲーム。回復スキル、絶対に怒らない人の噂。すごい、どんどんサブクエが増えていく。いちごミルクプリン、これは美味しそうな。さん、仕事探しはエンディード。焼きうどんパンどんどん進化していくな仕事探しは、まあ、メイム戻りましたね。あー、こうなよ。あっちゃんと交流する。
みことさん、いちごミルクプリン食べたい。これは本当に普通に美味しそうな。あー、帰ってきましたね。はい、というところで今回はここまでとさせていただきたいと思います。久しぶりのブルーリフレクション。焼きうどんパンお腹にたまりそう。いやー、ちょっと思い出しながらのプレイでちょっとあの進み方が前半ちょっとグダグダでしたが、癒されますね。かわいいわ、やっぱり。重吉高人さん、いいな。いちごミルクプリンだと。ゼロイチ小林さん、何でもパンに挟むな。帝国のユーミンさん、お疲れ様でした。いちごミルクプリンはいい。懐かしすぎて若返りました。焼きうどんパンお腹にたまりそう。いちごミルクプリンすごいいいですよね。ゼロイチ小林さん、おつでした。懐かしすぎて若返りを若返っちゃいました。お疲れ様でした。3年ぶりのブルリフ、すごく楽しく視聴させていただきました。重吉高人さん、お疲れ。ほんと大丈夫かな。大丈夫かな。久しぶりに見れてよかったです。いや、もうほんとお久しぶりすぎて、もうストーリーとかも全然あの申し訳ないです。あの逆に見ていただいて本当にありがとうございます。もうちゃんと続けて更新ができたらよかったんですが、思い返せばこの頃まだキャプボじゃなかったんですよね、配信。あー懐かしい。あのプレステで撮って、それを USB に入れてパソコンに入れて編集するっていうやり方をしていた頃ですね。懐かしい。ですごく時間がかかるのでそれで止まっちゃったんだなっていう裏話なんかをこそっと、まあ、今の整った環境であの頃の取り戻せるといいな。記憶も蘇る RPG。 みことさん、ちょっと面倒いことしてたんですね。そうなんですよ。それは大変だ。そう、あのまだどうやって撮ろうかなとか、編集どうしようかなと、もう走りの時期でね、ちょっと試行錯誤をしていた頃でしたね。キャプボは思い切りましたね。いや、キャプボは本当にいい買い物でしたね。いまだに同じのを使ってるんですけど、やっぱ機材って大事だなって思います。あのマイクもそうなんですけど、あの重吉高人さん、うんうん、本当に久しぶりのブルリフだった。大丈夫かな。ありがとうございます。さん、キャプも高いですからね。楽しんでいただけたようで本当に良かったです。ね、キャプボは高い。でもマイクとかも、はすみはっさん、 GC550 だっけ。あ、です GC550、 安定のすごくいいキャプボです。ヘッドセットもね、当時はあー懐かしい。大丈夫かな。本当にいろいろ思い出してくるという、そんな思い出の詰まったブルリフですが、見直してみたら今との違いが楽しめる。あー、ちょっと過去のは振り返らないでほしいです。あー、もう本当その頃の自分もですね、機材とかの収録環境もですけど、自分自身もアップデートしたんだなっていうのが、もうあ、もう多分あの第7回目から今回の8回目を見ると、見返しちゃうやで。あ、いや、そこはちょっとご容赦。あ、なんか、あ、私みたいな、あの、あ、まあ。ということで、ブルリフまた折を見て配信、生配信か動画で撮っていくか、まあ両方やっていくか。それは見ろと言うないまですよね。いや、振りとかじゃ全然ないんで、今を行きましょう。見ると面白いです。やめてください。やめてください。まだ大丈夫かな。無さん、はい、次の機会も楽しみに待ってます。みことさん、また
楽しみにしてますね。ありがとうございます。ということでまた次回もよろしくお願いいたします。重吉孝人さん見ちゃうかも。ああやややや、やや、たまにブラボー見てます。あ、ブラボーありがとうございます。ブラボーまたやりたいな。セキローサントラが届いてさ、ラッシーさんセキローもやりたい。お疲れ様でした。どうもありがとうございます。ではまた次回お会いできることを楽しみにさせていただきつつ終わらせていただきます。無産 SE 全部マナとサンのダクソ玉に見てます。ああもう懐かしさで爆発してしまいそうだな。お疲れ様でした。あーありがとうございます。お疲れ様でした。もう夜遅くまでお付き合いいただきまして感謝です。あーどうもありがとうございます。無産お疲れ様でした。お疲れ様でした。ヒュンゴロン、ハスミハッサン、ヒュンゴロン、つらい。外国のグーミンさん、SE 見に行くか。はあ、あーもう本当に皆さんいつも本当に本当にありがとうございます。マナとサンユズもクリア済んでください。お休み。うん、ありがとうございます。外国のグーミンさん、お疲れ様でした。はい、お疲れ様でした。ではではおやすみなさい。以上、マナトでございました。